の誕生日、覚えてたんだ。まあ、ファンサ大事じゃし、祝われたのわい。ファンサ私、ずーっとイコちゃんのファンでいるね。それで、イコは苦笑いで返したんだけど、なんか向こうは受けたと勘違いしちゃったみたいでさ。うわ、聞けば聞くほど芸能界って大変だよな。なんか別世界の話みたいだ。そう？愛想笑いとか妬みとか、どの業界でも割とありふれてるんじゃない？それは確かにそうかもしれないけど、少なくとも普通の学生からは遠すぎてな。さて、イコは明日も仕事だったよな。うん、朝から撮影だけど。どうしたの？もしかしてもう帰るつもり？まあ、そりゃ俺だってもっと一緒にいたいけど、長居してイコの仕事に影響があると良くないし。だから今日はこれで帰るよ。またお互い都合の合う日にデートしよう。楽しみにしてる。イコの誕生日、きちんと予定は空けてるでしょうね。当然、彼女の誕生日だぜ。学校の課題だって終わらせてある。よろしい。じゃあその日のお昼、イコが出演する番組が放送されるから絶対見てね。ああ、もちろん。え、デートじゃないの？てっきり誕生日の話題を自分で出したからデートに行こうって話なのかと思ったけど、いや、イコが出演してるならもちろん見るけどさ。あ、もしかして実は誕生日当日に仕事があるとか。俺から誕生日にデートしようって言ったらイコは断らざるを得ないもんな。だとしたらこれはイコなりの気遣いなのかも。そうだな、仕事なら仕方ないか。こんにちは、みんなのアイドル、イコちゃんです。こちら、とっても素敵な建物ですね。それでは早速、中に入ってみましょう。お、イコが一人で映ってる。そういえば、先月大抜擢されたロケがあるって喜んでたの、これか？俺の彼女って、本当に芸能人なんだ。みんなのアイドル。わー、こんなにたくさんの人が関わってるんですね。知りませんでした。ほんとすごいです。彼女の誕生日に家に一人きりでテレビって、約束とはいえこれは何してるんだろう。いや、イコは忙しいんだ。アイドルだし、きっと今日だって仕事で。次はいつ会えるかな。誕生日は開けといてくれってもっと早くに言っておけば。宅配便かな。番組見たいけど仕方ないか。やっほー、君だけのイコちゃんだよ。ね、イコ？どうして？今日は何か予定があったんじゃ。うん、実は今日は完全オフ。誕生日にお仕事ってのも嫌じゃん。ということで、イコなりのドッキリでした。どう？びっくりした？そりゃそうだろう。今日は会えないと思ってたし。よしよし、ドッキリ大成功。でもな、お前、俺がさっきまでどれだけ寂しかったか考えてくれよ。今日はもう一人きりかと思ってたんだ。イコと一緒じゃないと寂しいんだ。しょうがないな。
ところで、今日これから暇？暇だよね。イコが見てって言ったの特番だし。ってことで、デート行こう。え？番組は見なくていいのか？見てって言ったのイコだろ？そんなの後で配信もされるし、いつだって見れるんだから今日じゃなくていいの。ほらほら行くよ。イコの誕生日は今日だけなんだから。興奮して夜寝れなくなったりしちゃったりして。じゃあ今のうちに発散するしかないよね。ねえ、そろそろデートの締めしよっか。わーお、今日はイコの誕生日だよ。あ、プレゼントは事務所通さなくても OK だからね。